で、B も、C の2小節前、ピアニッシモと書いてあるところのその前、アリラララリで、若干止まる感じで次に新しくってイメージを言ったんだけども、あのちょっと今実験でやりますけど、アリラララララララぐらいあのポーズします、止めます。なのでそこをタラリララリラララ入る、タリで、次、暖かく日差しがうわーって広がる感じ、あーいいはい、いきましょう、はい、じゃあ、いきましょう、リンズ組みます、日差しがうわーっと暖かくなるようなイメージなので、今ぐらい低音が今うわーっと暖かくも聞いてくれているので、今ぐらいの音量で構わなかった、意識としてはあのクレッシェント、そうですね、あの意識をしたクレッシェントっていう感じ、音量うんぬんではなく意識、ここに書いてあるけどそんなに意識しないでいいですよと思って、イーっていうところにクレッシェント、気持ちをこう持ってきてThank you.
したと思っている方、もう少し深い音、メロディーに導かれて、そういうふうに弾きましたっていうことです。